皆さんこんばんは。今日はモンガラキャンプ場のエリアをやっていきます。長射程をいかにクリアするかがポイントですね。私すごい初動でいつも左行っちゃうんですけど、なんか利き手と相関関係あんのかなって思うんですよね。私左利きなんだけど、いつも何のステージでも結構左から行くことが多くて、どうなのかなって思うんで、これ見た方いたらコメントしてください。何利き初動何です、教えてほしい。逃げろ逃げろ連れ違っちゃった。ナイス。右行こうか、いないからね人が。うわ、あんなとこにいるよ。飛んでくるっぽい。マジかマジか。ナイス、ここにいます。めっちゃここに来られた場合かなりね難しいんだよね、打開が。あ、ナイス。そうだね、リッターさんがやってくれるとかなり助かる。いないよね、もう。ふわっ、うわ、いたよ、びっくり。助けて。足場にゴム投げちゃいましょう。ここね結構ミサイル通るんだよ、めっちゃ。どっちの方向にも、うえ直線でこう敵が見えるから割といい位置な気がする。また来た。大丈夫かな、うちら重量級2人で倒せるでしょうか。難しいな、ジェットスイーパーさん。ナイス。いいね。人数不利ですね。ここ、わあ、いっぱい。早く溜まって、ミサイルで溶かす。こっち狭い。あの、わあ、あのダイナも怖い。よしよし、協力プレイだね、これが。モンガラは何だろう、派手に倒しに行くっていうよりなんかもう地道に防衛って感じなんだよね、私の場合。どうなんだろう、それでも味方に頼りすぎてんのかな。死なないで塗り続けるということで貢献したい。どっちからにもね、ミサイルがあるから関与できるんですよ。それはいいよね。だ、こうやってボムもあるし。痛いね。痛いね。ナイス。来てんのか。じり取って、無理、エクスラ無理、エクスラ無理。フェア、あ
と一回高いか。来ないで、そこ。やばい、よしよし。大丈夫。これは、ゆっくり行こう。雨降らし。ああ、クスロさん。クスロさん。私に構ってる暇ないと思うよ。うぃー。